中へもうちょっと参ります。皆さんこんにちは。今日はトミカシステムチャージトミカパトロールカーセットで遊びます。トミカが自動で走る、電気で走るトミカ、早速遊びます。ハサミ中にはこんなのが入ってました。チャージャーに電池を入れます。しかも炭酸電池2本です。押すで入れる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。早いね。高野のノーブーカー。おー、早い早い。2周目だよ、もう。早いよ。パトロールかもね。ダウン。早いっすよ。頑張って。行け、パトロールカー、頑張れ。追い越したぞ。追い越せんだ。新電を活躍するパトロールカーです。やりたいことがありまして、ぐるぐる坂をそのチャージトミカが登るかどうか挑戦してみたいと思います。じゃあやろうこんなレイアウト作ってみました。1段、2段、3段、4段、5段、6段、7段チャージーね、にくいと思うけど、こうライト使ってます。ライトが似てるね。玄関最後まで。え、じゃあ今度バト反対見ていきます。やっぱ早いね、おいしい。はい、到着。7段登りました。そっからグレーでこうやってつなげて、この隣に R、 今これ R だよね。 R の隣に L を、 L の坂を作れる。ケンタが作ったトミカシステムでこんなのを作ってみました。全部チャージトミカは登るでしょうか。ふわふわトンネル。ドキッてすげー、早いぞ早いぞ。クラキッスが倒れるかどうかだよね。どうかか。R 坂もうちょっとで終わります。L 坂へもうちょっと参ります。バイバイ。スタンバイ。
タンバイしてるよ。大成功でした。今日はチャージとミカで遊びました。いろんなレイアウトで遊べるので、ぜひ皆さんも作って遊んでみてください。バイバイ、また見てね。で、ケンタとじゃんけんきょう、最初はグー、あ、じゃんけんぽい。みんな僕に勝ったかな。また次の動画も楽しんでね。バイバイ、また見てね。チャージとミカはもっと欲しいです。宝トミーさん作ってください。